ジョアン・コーチニョ・キュー・コルベットは、ポルトガル海軍のコルベットの艦級。ジェーン海軍年間では、ペナントナンバーに準じて、フリーゲートとして種別している。またその後、商会館に類別を変更された。1960年代、ポルトガルの植民地で急激に独立の機運が拡大し、植民地戦争が始まった。海軍もこれに対応して、規模を拡大する必要に迫られ、 装備を、簡素化した小型フリゲートや、懲戒艦艇、揚陸艦艇を数年で大量建造することとなった。そしてその一環として、老朽化した二等スループや、砲艦の更新用として、コルベットを建造することになった。1961年、参謀本部による最初期の計画では、アフリカでの非対称戦争を想定した800トン級の、 フリゲート内市紹介館とされていた。その後、1963年6月の海軍技術委員会の会合において要求事項が改定され、本土防衛や北大西洋条約機構での任務といった正規戦にも対応できるように艦型を拡大することになった。しかし正規戦にも対応できる汎用艦は、 必然的に効果となるため、まずは、非対称戦争を前提として、装備を限定した第一グループ6隻を建造した、後、正規戦にも対応できるように装備を拡充した第二グループ9隻を建造し、第一グループにも後日装備として、バックフィットすることを計画した。この第一グループとして建造されたのが本級である。 短期間のうちに多数を整備するため、建造は海外に委託されることになり、ポルトガル海軍のホジェリオ・ドーリベイラ設計官の基本設計に基づき、1970年から1971年にかけて、ドイツのブロームウンとフォス社とスペインのバサン造船所で分担されて、建造された。蒸気の経緯により、本級は非対称戦争を前提として、装備を限定している。 ただし後日装備による近代化が予定されていたことから、そのために35トン、また試行時の誤差や設計変更のために25トンの合計60トンのマージンが確保された。なお、非対称戦争が想定されたこともあって、上員に加えて海兵隊34名を便乗させることができる。手記としてはオットピルスティック 12PC2V280。 ディーゼルエンジン2機を搭載し、スクリュープロペラ2軸を駆動する方式とされた。設計上の最大速力は24.4ノットとされていたが、ネームシップは、海上航試みで25ノットを発揮した。現代の通報艦という本級のコンセプトは、成功を収めたものと評価され、発展型として、同国海軍は、バッティスタ・デ・アンドラ・デキュー・コルベット、また、 スペインもデスクビエルタ級コルベットを開発した。また、フランスも、同様のコンセプトによるデスティエンヌドルブ、旧通宝館を開発、配備した。さらに、これらのコンセプトは、第三世界諸国においても支持されることとなり、デスクビエルタ級は、エジプトやモロッコ、デスティエンヌドルブ級は、アルゼンチンやトルコに輸出され、またアルゼンチンは、 ドイツ製の名工140型フリーゲートをエスポラ級コルベットとして配備した。兵装は方向兵器と対戦兵器に限られている。監視艦板の50合計7.6センチメートル連装速射砲はマーク63モッド21砲射撃式装置煙突直後に搭載された60合計40ミリメートル連装機銃は マーク51モッドに射撃式装置による指揮を受けていた。7.6センチメートル砲弾の搭載量は1200発であった。予算の制約もあって、対戦兵器は第二次世界大戦世代であり、環境直前にヘッジホッグマーク10対戦迫撃砲が、また完備にマーク6爆雷投下機場が設置された。中部甲板には、 ヘリコプター艦艦が設定されており、小型ヘリコプターの発着に対応できた。艦隊艦ミサイルと股間防空ミサイルの後日装備も計画されたが、財政上の理由により断念された。1975年に植民地戦争が終結してからは、本級は主として、紹戒艦艇として運用されるようになった。このためもあり、 当初計画された後日装備の追加は、結局行われず、1987年には逆に、ソナーや対戦兵器が撤去され、紹介艦としての性格をより強めている。これにより、上員の内貸し艦兵23名を削減できた。また1990年代初頭には、MLA-1B 対空捜索レーダーも、ケルビン。 ヒューズ社製の対水上捜索レーダーに換装された。他、1994年には、マーク63砲射撃式装置も撤去され、7.6cm 砲は砲側は標準となった。ありがとうございます。